あなたが好きです。僕とお付き合いしてもらえませんでしょうか。ごめんなさい。好きな人がいるの。僕の知ってる人ですか。あー、なんか危ない。すみちゃん、なんかついてるよ。ほら、なんか、あー、この野郎。どうしたんだ田中。どうした、どうしたの田中。おい田中ちゃん、どうしたの。ごめん。どうしたの。じゃあちょっと休憩にしよっか。よし、そろそろ上がるぞ。でさ、教育委員会のシンクロ中止の件どうする。そうっすよね。なんとかしないとな。やっぱこういう時は田中だろ。だな。なんでいつも僕が。だってさ、田中生徒会長だしさ、こういう講習ごと得意だろ。キャプテンはお前だろ。そんなこと言うな。どうしたんだ田中。俺のこと避けてんの。別に。お前らそろそろ着替えて教室行けよ。教頭込みだぞ。急げ。おわ、時間やべ。やべやべやべ、あと2分しかない。急げ急げ。夏休みも残り少ないんだから、みんなしっかり勉強するように。わあ、こりゃまたおふくろちゃんにこっぴどく叱られまちゅね、しんどうちゃん。勝手に見んなよ。勉強もちゃんとやらなきゃね、しんどうくん。シンクロだけじゃなく。はい。安田くんなんて頑張ってるわよ。夜中に吉田先生が起こったの。あ、いや、少し。少しじゃねえよこれ。しけえよ吉田。だってシンクロもしないで勉強してんのに、これで成績下がったら進藤たちにもかっこつかないからさ。やったな安田。絶対志望校合格しろよな。うん。進藤のは。あ、俺ちょっとヤバいかも。東大合格が確実なはずの君がこれほどまでに成績を落とすとは思っていませんでした。今ならまだ間に合います。受験に専念してください。ご心配ありがとうございます。でも自分のことは自分で決めていきたいんです。私のような思いをさせたくないから言ってるんです。いや、私も若い頃胸に秘めた夢みたいなものがありました。大人たちが忠告も聞かずにバカなことに時間を費やして、気がついた時には手遅れだった。あの頃のことは今でも悔やみます。私が信頼する予備校講師が担当する夏季合宿講座の案内です。いや、しかし僕にはシンクロの練習があるんですけど。田中君、君は何のためにシンクロをやってるんですか。いや、それは教頭。あ、杉田先生は黙っててください。答えられないんですか。今は楽しいかもしれない。しかし将来きっと後悔する日が来ます。今の決断が君の人生を左右するんですよ。せーの。うわ、ひどいね新郎の成績。 E ランク合格可能大学なしだって。大丈夫ですか。何言ってんの、石塚だって変わんないじゃん。ですよね。高さん音大志望なんだ。見てくださいよ立松の成績。 S ランク、あらゆる大学に合格可能。いつ勉強してんだよ。いや、俺って容量いいからさ、なんかもあんまやんなくてもちょちょってやったらできちゃうような感覚が。自分だけ見せないのずるいよ。ちょっと見せて。おい、やめろやめろ。いいじゃん仲間だ。どうどうせ東大合格確実するかいって。でさ、教育委員会の話なんだけど。そうですよね、何か考えないと。高野さんどうしましょう。おいおい、その前に僕から報告しておきたいことがある。ん、なんかいい案かんだ。しばらく練習を休ませてほしいんだ。こんな成績僕のプライドが許さない。
1週間予備校主催の短期合宿講座に行こうと思う。東大受験コースの。今は大事な時期だ。理解してほしい。待てよ、シンクロだって今が一番大事な時期だぞ。悪いが、もう決めたことなんだ。僕はこれで失礼する。村さん、田中君、田中君、田中君、この間のこと気にしてる？この間のことって何でしたっけ？ほら、プールで話したこと。全然気にしてなんかないですよ。僕はそういうこと気にするタイプじゃありませんから。だから花村さんも全然気にしないでください。でも田中君。じゃあお知らせに。大丈夫かな。よっぽど成績のことはショックだったんだろうね。あいつがいねえとフォーメーションの練習もできねえからな。教育委員会のことも何とかしなきゃなんないのに。そうだな。まあさ、それはさ、明日までの宿題ってことで、今日はとりあえず解散。じゃあな。じゃあね。はい。お邪魔しました。もらってくね。うん。田中、勉強もちゃんとする約束じゃないの？ごめん。シンクロ頑張ってて大変なのはわかるけど、後で困るのはあんたなのよ。え？シンクロのこと認めてくれたの？そんなわけないじゃない。私は教育委員会の人間よ。市長でも出てきて中止決定を覆してくれない限り味方なんかできない立場なんだからね。お母さん、明日から市長と一緒に教育委員会の研修出張だから、あんたもしっかりやることやっときなさいよ。え？終わり？もっと叱られるかと思った。本当に憎いね、勘九郎。おばさんは教育委員会が中止を決定しても市長を説得できればシンクロやれるかもしれないって教えてくれたんじゃない？あ、そうだ、そうだな、そうだよ。教育委員会の偉い市長がオッケーしてやれるんだよ。そっか、はあ、頭いいな、あさこ。勘九郎が頭悪すぎなんだよ。田中のやつ本当に来なかったな。十分いい成績なのに贅沢なやつだ。京子ちゃんに告白するって言ってたのにどうなったんですかね。そんな場合じゃないだろ。教育委員会のことも田中が頼りだったんだけどな。あのさ、俺その件でちょっと提案があるんだけど。はい、お待たせ。ともしび特製豚丼よ。いただきます。はい、いただきます。いただきます。うまっ。でさ、新藤ちゃんの提案って何よ。お中元で持ってくんですか。教育長と戦うなら俺が体を張るぞ。いやいいです、いいです。教育委員会はもう2回失敗してるからさ、今度は市長に頼むってのはどうかと思うんだよ。市長ね。何が市長だよ。市長がお前らの相手してくるわけねえだろ。おい、水おいじゃねえだろ。あら、いい考えじゃないのよ。市長さんだったらさ、あんたたちのこと理解してくれるかもしれないよ。もっとね、ライフセーバーだしね、趣味水泳よ。そう、奥さんはね、ただの市の水着コンテスト準ミス。好みのタイプアグネスラム。やむ。あ、ね、若い子たち分かんないかもしんないわ。分かんないかもしんないわ。なんか随分詳しいですね。当たり前でしょ、この町で商売してるんだからさ、お上の情報はちゃんと掴んとかないと。じゃあ市役所に今から乗り込んじゃう。あ、いやでも今週いっぱいは田辺海岸に研修旅行に行ってんだよ。だからそこに会いに行こうかと思って。無理無理、お前らには無理だっつってんだろよ。なんでそいだ。あんた絶対あげないじゃないのよ。え、俺が。そうよ。いや、その連れて行く金はどうすんだよ。引き続き 2,3 ヶ月ただ働きすればなんとかなるんじゃないの。ふざけんじゃねえよ。なんでクソガキのために俺の自由はどうなってんですか。何そんなに自由になりたい。はい。んだったらさ、この子たちのシンクロ公演実現させてあげて、街中観光客いっぱいにして、うちの売り上げドーンと上げてくれたら
自由にさせてあげてもいいわよ。マジですか？マジ？こいつらがシンクロやりゃ俺は自由の身になれる。マジ任せとけ。お前らなら必ずできる。俺に任せとけ。ミーティングしよう、ミーティング。どうする、しんどうちゃん。まあでも行くしかないだろ、学園祭も近いんだしさ。田中が戻ってくるまでにはシンクロやれるようにしとかないと。よし、じゃあ明日の朝例のバス停集合な。カンクロ。おお、あさこ。うん。予備校。うん。明日市長に会いに行ってみることになったよ。大丈夫？敬語とか使えんの？ま、勉強しとくよ。勉強が身になるタイプならいいんだけど。お前なんでそうやって水を差すようなことばっか言うんだよ。心配してんの。そういうところが可愛くねえんだよな。はいはい、京子とは違いますよ。あ、そういえば聞きたいことなんだけど、田中のことなんだけどさ、あいつ花村さんに告白したのかな。なんか最近様子がおかしくてさ。敵情視察ってわけ。最低。おい、ちょっと待てよ。そういうことじゃなくてさ、直接聞いてみれば。なんなら一緒告白してみる。案外うまくいくかもね。じゃあね。何怒ってんの。お初にお目にかかります。花野高校シンクロ同好会の新藤勘九郎と申し上げます。硬いよ新藤ちゃん、カチカチだよ。そうかな。うん。よ、市長。酔わないでしょ。酔わ。冗談だよ。イライラすんだよ、ちゃんとやれよ。冗談ですよ、冗談。でも自己紹介の後なんて言えばいいんだろう。俺、いや堅苦しいの苦手だからな。俺考えてよ新藤ちゃん。キャプテンでしょ。またこんな時だけキャプテン、キャプテン。俺がやろうか。田中がいりゃあな。ですよね。なんだろうな、はじめまして。海だ。うわー、すげー、きれいだ。あー、ピチピチギャル、ピチピチギャル。カモン。そんな奴らに俺の人生にいられてんのか。研修中のはずだ。お前らしっかりやれよ。俺の自由がかかってんだからな。よしけ、うっ、走れ。では多田野高校と石田高校の統合問題に関する討議は終了しますが、よろしいですか市長。では次の討議に入らせていただきます。資料1の3ページを開いてください。あの、研修セミナーに来ている片野市長に会いたいんですが。お知り合いですか。いえ。お約束は。いえ。残念ですがお通しするわけには。そこをなんとか。なんともなりません。どうしてもダメですか。どうしてもダメです。ニートもカントもダメですか。ニートもカントもダメです。立松先生の息子さんじゃないか。ああ、やっぱノリオくんだ。でも先生って立松のおやじさん教師なんですか。いやいや、県会議員をされてらっしゃるんだ。県会議員、うん、すごいなお前のやつさん。ん、いやすごいよ。そうよ、確かにすごいな。彼のおならといびきは本当にやっぱりすごいからね。維新家よりもか。僕はそんなすごくありません。進藤の方がすごいじゃん。何言ってんねん、俺いびき書かないよ。書いてるよ。お前ら本当ダメだダメだとは分かってたけど、市長の顔も見ずに帰ってくるとはな。ガードが硬くて市長に会うって大変みたいなんですよね。よし、ここは俺が本気出すしかねえな。田中がいりゃ展開も違ってたんだろうけどな。え、むしか俺がやろうか。むしか、まさかな。あの強引なまでのさ、弁論術みたいな。俺に任せときゃ市長との太いパイプを使って。おかしいな。やっぱ俺の番だ。あのね、あのね、この世には2種類の人間がいる。勝者と敗者。勝者とは自分の希望を掴んだもの、敗者とは掴めなかった。
君たちは勝者になるためにここに来たはずだ。君たちの目の前に広がっているのは、いわば受験という名の戦場だ。市長と会えたら今頃あんな子たちと楽しく遊んでたかもしれないんですよね。でもどうやったら市長に会えるんだろう。おい、お前ら、おい、すごいぞ、おい、すごい、ちょっと来い、ちょっと来い、すごい、俺本気出した、すごい。テンション低い、びっくりしたもん、お前ら。立て、立て、来い、ちょっと来い、いいか、来い、うるさくないよ、来い、お前。すげえだろ、めちゃめちゃいい泳ぎしてんだろ。だからなんすか、ノリノリバカ。権田原さんっつってな、元水泳選手で俺の田舎の憧れの先輩よ。当時はスーパースターでな、ロン毛なびかせて女はべらせて。だから何なんです、デブデブバカ。いいか、あさってここで行われるライフセーバーイベントのじゃーん主催者なのだ。だからムキムキバカ、すぐお前らみんなバカ。いいか、よく聞け、このイベントに市長様が視察にいらっしゃるんだよ。おってことは会わせてもらえるんですか。お前らが協力してくれたらな。おお、やだ、何を言ってすぐに山っとという事考えないと。何よし、チェック OK、 宿題終了。あ、やったさて、あとはどっか遊びに連れてってもらうだけだ。ごめんな、ひとみ、夏は観光課の仕事が忙しくてさ。はい、これで夏を乗り切って。今年もですか。はい、あ、じゃあ朝子ちゃんに海でも連れてってもらったら。え、私、あ、連れてってもらえるなら友達の忘れ物も届けてくれないかな。海で開花を忘れたんじゃ困ってるだろう。あ、田中くんの、うん、行こうよ朝子ちゃん、京子ちゃんも誘ってさ。え、朝子ちゃん、もう一ついいかな。行こう。ライフセーバーってもっとかっこいいイメージだったんですけど。そしてこの謎の物体 X は何なんだろうね。何だと思う。サメのヒレのようだ。はい、正解、頭がいいね。はい、水難者をライフセーバーが救助するレスキューデモンストレーションというのがあってね、はい、そこでこのサメヒレが大いに活躍するんだね。なるほど。じゃあこの重いのは何でしょうか。うん、それは適度に潜水して泳ぐためなんだね。重りといっても高々30キロだからね。ってことはやっぱり俺たちがサメだ。こんな重装備で泳げんですかね。大丈夫大丈夫、練習すればすぐ慣れるからね。じゃあさ、行ってみよう。じゃあ清松さんも早く着替えてください。意味わかんない。で誰かが溺れてるよ。あら、誰だっけ、ほら、ほら、ここにが、なんだこれ、誰だっけ、ほら、ダメっぽいよ、そのまま、そのまんま。ダメダメ、こんなところで顔出したら台無しだろ。どこだったら死んじゃうよ、マジで。ちょっと、清松さん、どこ行くんですか。もうやだ、やだ、いいから練習しましょうよ。自由になりたいんだろ。自由になったって、溺れ死んだら不幸もないじゃないか。しっかりやれよ。水着の可愛い姉ちゃんも見てるぞ。え、どこどこ、水着姉ちゃんどこ。清松さん、どこ。はい、いたいた。あそこ、なんでいいんだよ、こんなとこに。ずいぶんね、せっかく忘れ物持ってきてあげたのに。水着姿だ。なんかいつもと感じ違いますね。すんだ、デブ。生意気娘、水着姿かわいいじゃないかい。ほんと？なんかいつもと反応違わない？折れたな。え？あ、花村さんもいますよ。水着姿で。花村さん、にやけすぎ。花村さん、うっそ、それ俺たちと同じ宿だよ。
うん、寂しかったら遊んでやるぞ、とつのり。うそ、ありがとう、嬉しい。今日暑いし、ジュース飲む。あ、うそ、僕も一口もらえます。マジでデブデブあ、そうだ、田中君のバッグ。あ、田中は来てないんだよ。え、予備校の合宿講座だ。あれ、田中君じゃないの。あ、なんでここについた関数の定数で。田中さん、田中さん、田中さん、なんで君たちがここにいるんだ。研修中の市長にシンクロのことお願いに来たんだよ。あさってライフセーバーのイベント手伝うことになってさ、その後懇談会で市長に会わせてもらえるんだ。あんたこそなんでここにいるのよ。前に言ったはずだろ、僕は合宿講習に来ている。じゃあ田中君の合宿場所もこの近くなの。せっかく近くにお前もイベント出てくれ。うん、そうですよね、5人揃った方が盛り上がるし、市長にお願いに行くときにも田中がいた方が断然心強いし。うんうん、ダメだ、その日は講座の試験がある日だ。おい、そう言うなよ田中、仲間のためだと思ってな。な、立てます。田中も今頑張ってる最中なんでさ、1週間後田中が戻ってくるまで俺たちで何とかしようよ。じゃあ僕は勉強があるから、これで頑張れよ。一緒じゃないの？私のせい？いや、関係ありません。僕なりにいろいろ考えてこうしてるんです。合宿講座が終わったらみんなの仲間にまた戻るよね。何を心配してるんですか？だって私や進藤君たちへの態度が前と違って見えるから。あのさ、この間の話なかったことにしない？え？田中君が私に言ったことも、私が田中君に言ったことも。そしたら進藤君たちとも仲良くやっていけるでしょ。ごめん、虫が良すぎるよね。でも私は前の田中君に戻ってほしいの。みんなと一緒に頑張ってほしいの。僕も聞いていいですか？どうして進藤なんです？あいつの何がいいんですか？なんだろう、一番一生懸命だからかな。最初はなんでこの人シンクロやってるんだろうってただ不思議だった。でも進藤君がシンクロ頑張ってる姿見ているうちにだんだん嬉しくなって、あんな頼りなさそうな人なのに味方がいなくても。それ見ているうちに勇気がもらえるような気がして。ごめん、なかったことにしようって言ってたんだよね。失礼します。せっかく海来たんだから遊ぼうよ。花火しよう、花火。あ、もうちょっと待ってな、生意気娘。ごめんな。てのりん、お、高原さん勉強してんだからさ。にしてもあんたたちが本当に勉強するとはね。学生の本分は勉強です。そうですか。進藤ちゃん、言ってることはかっこいいんだけどさ、全て間違ってるんだよね。え、お前もだよね。田中君のバッグどうしよっか。
ああ、そうや、渡すの忘れてた。ちょっと持ってってくわ。おお、タテドリ遊ぼう。田中、シンド、ちょっと何しに来たんだよ。これ忘れ物。じゃあ、シンド。あ？君は何のためにシンクロやってるんだ。何のためって。だってずっとやりたいって思ってたし、それに仲間ができて楽しいしさ。それだけであんなに夢中になれるのか。将来のこととか心配にならないのか。それは心配にはなるけど、でもほら、俺去年の公演出れなかったしさ、これで今年の学園祭逃したら一度もシンクロできないもん終わっちゃうんだよ。これは今しかできないことだからさ。確かに将来も大事だけど、今だって大事だと思うんだよ。だってほら、みんなと一緒にいられるのだって今しかないんだからさ。将来のためにそれを犠牲にするなんて俺にはできないし。まあ勉強も嫌いだしね。その点田中はすごいよな。ちゃんと将来のこともシンクロも両立させてた。俺も見習おうと思ってちょっとだけ勉強始めたんだ。じゃあ頑張れよ。私のせいって？いや、そのとにかく私がやります。似合ってるよ花野さん。本当に？試しにちょっと練習してみますか。ちょっと練習してみます。ちゃんとみんなに教えてやんだぞ。はい。無理だよ。たった一月半の間にどうしてこんなに成績が落ちたんですか？いや、シンクロ同好会の練習が始まりまして。こんな時期に同好会？学園祭を目指した同好会でして、一月後の学園祭が終われば練習もなくなる予定ですから。どちらか一つにするんですね。現役合格を諦めて学園祭を優先するか、学園祭を諦めて現役合格を目指すか。この時期の一月は致命的です。勉強に専念できるかどうかで
君が勝ち組に入るか負け組になるかが決まるんですよ。もたもたするな。会場設営が終わったら交通整理や周辺の清掃活動、仕事は山ほどあるぞ。結構人づか荒いね。我慢しようよ、市長に会うためだからさ。地元住民に迷惑かけないためだ、つべこべ言うな。でも市長に会っても何をどう話せばいいんですかね。そりゃやっぱ田中に相談する。俺たちで何とかしようよ。後で原稿作ろう。よし、あげよう。はいよ、いくよ。はい、せーの。よし、俺たちにシンクロをやらせてください。怖いよ。却下。ダミダゴリア。難しいな。市長に何を訴えればいいんだろう。あ、そういえば立松の親父さん県会議員ですよね。頼んだら市長話しつけてくれたりしないんですか。勘弁してくれよ石塚ちゃん。親父の力借りるなんて絶対嫌です。喧嘩してんのか。お前親父さん説得して戻ってきたんじゃなかったのか。立松、話したって分かる相手じゃないんだよ。結局今だって帰ってこいだの、この大学受けてうちの会社の後継げだの、うっせえ電話ばっかだよ。会社継げんなんて全然いい話じゃないですか。俺は自分が何して生きていくか自分で決めたいんだよ。親が敷いたレールの上で生きていくのはごめんです。お前それが嫌で家出てきたのか。まあちょっとはね。でも一番の理由はシンクロだよ。テレビで戦うのシンクロ知って本気でグッときたんだよ。自分で決めたことだから最後までやり通したいんだよ。立松はそんなにまでしてシンクロやろうとしたんですか。そうなんです、そうなんです。そういえばさ、石塚はさ、なんでシンクロやろうと思ったの。僕はそんな大した理由ないんですし。いやいや言いなさいよ。なんていうか、進藤たち見てて僕だってなんかやれんじゃないのかって思えて、自分変えてみようって決心がついたっていうか。俺は母さん、なんかすげえこと言いそうだな。友達が欲しかった。それだけ。それだけだ。それだけだって僕も友達いませんでしたから。なあ、学園祭絶対5人揃ってシンクロやろうな。うわ、早く田中も戻ってこないかな。なあ、だからさ、市長になんていうか考えないと。あ、忘れた。ちょ静香ちゃん、もう一回やってみてよ。
ってんだよあいつら。視察はこれで切り上げさせてもらいましょうか。待ってください。私に自由を与えるために。どうしたんだね田中君。やっぱり僕はシンクロをやめることはできません。失礼します。じゃあ君は負け組に甘んじるというわけだな。いいえ、僕は今も将来も両方自分の力で手に入れますから。Thank you.
少し水を飲んでる。水、もう持ってこい。はい。はい。痛いとこない。大丈夫みたいですよ。ああ、やった。ありがとう。でもさ、田中はやっぱり頼りになるよな。でも大事な試験だったんじゃ。それほど僕たちのことが心配だったってことですよね。そりゃそうだ、同じチームの仲間なんだから。田中、で、市長に会う次の手は考えたのか。え、あどうして君たちは。そうなんだ、いつも行き当たりばったり、先々のことを考えながら行動するってことはできないのか。いつまでも僕に頼りっぱなしじゃ困るんだよ。なんか元の田中に戻ったって感じだな。それはそれでちょっとうるさいですけどね。ですけどね。うるさいとはなんだ、うるさいとはなんだ。僕はな、うるさい、うるさい子はないだろ。うるさい、すごいぞ、俺すごい、俺がすごい。あ、市長に会えることになったよ。なんかひょうたんから困って感じだな。あれ俺の車で、すごいしょ。俺あれ無駄毛とか処理してる。いいのあるんだ。お手柄だったね。レスキューショーとしては最高の結果だった。只野高校の生徒なんだって。どうしてこのイベントに参加したのかね。僕たち市長にお話ししたいことがあるんですが、お時間よろしいですか。いいですよ。あの、僕たち只野高校のシンクロ同好会の者なんですが。シンクロ、ああ、教育委員会が中止決定を出した。はい、その決定を考え直していただくわけにはいかないでしょうか。俺たちこのことを市長さんにお願いするためにこの海に来たんです。だが中止が決まったのにはそれなりの理由がある。君たちにそれを覆すだけの言い分があるのかね。いや、それは方法はあります。このイベントはボランティアの働きで、予測される問題を未然に防ぎ、住民の理解を得たことで毎年続いてきました。僕たちも中止理由とされる様々な問題を住民の理解を得て自分たちで解決していきたいんです。この海でできたことが只野高校でできないはずはありません。シンクロ公演を実現させてください。一つ聞いていいですか。君たちはどうしてそんなにシンクロに熱心なんですか。それは一緒にやってきた仲間たちと最高の時間を過ごしたいんです。だって今しかできないことなんですから。わかりました、もう一度前向きに検討してみましょう。しておきたいことがあるんですが、あの話をなかったことにするということは、また僕に同じことを言うチャンスがあるかもしれないってことですよね。え？僕はそう理解していますから。
園祭で公演を実現してみせます。ヒーロー気取りはいいけど迷惑してる人間はいないのか。教頭先生はどうしてあいつらのことを目の敵にするんですか。俺たちちょっと調子に乗りすぎてたかも。お前のやりたいっていう気持ちはその程度のことだったのか。チラシに目を通していただくだけで結構です。お願いします。去年も新郎見に来た客にひでえ目に遭ってんだ。すいません。バカ野郎。まさかこのまま諦めるつもりじゃないよね。あんたたちを応援してきた人たちはどうなんのよ。そんなの無責任すぎるよ。